サンナゼールは、フランス、ロアールアトランティック県のコミューン。ロアール川三角港の右岸に位置し、ビスケー湾から大西洋に直接乗り出せるという高位置のため、漁業と造船業の長い伝統が培われてきた。町の北には、ラ・ブリエールと呼ばれる、フランス第二の湿地が広がっている。サンナゼールに残る、ドルメン旧駅舎サンナゼールは、ガリア人が建設した都市。 コルビロが始まりとされている。コルビロの名は古代イギリシャの航海者ピュテアスの記録にも触れられている。ディシニャックの巨石記念物、三つ石のドルメンなど遺跡も豊富で、早くから人が定住したと考えられている。中世よりブルターニュ公国に属し、ブルターニュ継承戦争では戦場となった。17世紀、町はユグノーの脅威にさらされた。 18世紀、エギュイオン港によって、海側からの攻撃を想定し要塞が建設された。近代に入ってからも、サンナゼールは、港湾都市として発展し続けた。1930年代、フランスの豪華客船 SS ノルマンディの建設のため、新たなドックの建設が必要となった。サンナゼールは、その造船用ドックの建設地に選ばれた。やがてフランスは、 第二次世界大戦に突入。しかし、ドイツ軍の進攻により、英仏軍は敗北。1940年6月17日、サンナゼール港はイギリス軍将兵で溢れ返った。彼らは進軍するドイツ軍から逃れ、英本土へ撤退しようとしたのだった。やがて客船ランカストリアが差し向けられ、外参して9000人が乗船したが、船はドイツ軍の爆撃で沈没し、 およそ4000人が犠牲となった。これはイギリス海運史における屈指の惨事となった。ウィンストン・チャーチルはこの惨事をマスコミに対して隠し通し、この事件は歴史からほとんど忘れ去られている。間もなくフランスがドイツに降伏するとサンナゼール港はすぐドイツ海軍の重要な根拠地となり、同時に連合国側の作戦の標的ともなった。 ドイツ側は占領後わずかな間に U ボートが多数収容可能な U ボート文化を建設した。その9メートルの厚さのコンクリート製天井は当時使用されたどんな航空爆弾にもほとんど持ちこたえられる力があった。そのあまりにも頑強な構造ゆえ廃墟と化しながらも現在もなおこの街に残っている。1942年当時のサンナゼール。 港客船のルマンディのための艦ドックは、当時この種のものとしては、西洋最大であった。ドイツ海軍最大のビスマルク級戦艦が、収容できる大西洋側唯一の港であった。これが、第二次世界大戦中、数軸国側、連合国側ともに、戦略上重要港とみなすゆえんであった。1942年3月28日、ブリティッシュコマンドスと、 イギリス海軍は、将兵622名を投入した、チャリオット作戦を発動。サンナゼールの造船所に対する攻撃に乗り出した。イギリス海軍は、タウン級駆逐艦、キャンベルタウンの艦内に爆薬を満載し、護衛部隊と共に突入させた上で自爆させることにより、港のゲートと戦時中ドイツ当局によって、閉鎖されていたカンドック破壊に成功した。 ユーボートはこの街を拠点として大西洋で大規模な通商破壊戦を展開、そのためにサンナゼールは連合国側空軍の定期的な標的とされた。空襲による民間人犠牲者を最小限にするため、連合軍航空部隊はサンナゼールの市街地明け渡しを強いる計画を考案した。1943年、イギリスとアメリカ機が 小夷団による空襲が計画されていることを市民に警告するビラを巻いた。ビラを巻いて3日後、大空襲により自然体が焼き尽くされた。民間人の大半が警告を聞き入れ安全理に田園地帯へ逃れていたために犠牲者は少なく抑えられた。だが、もはや市民は自宅へ戻ろうとせず、有望と基地をはじめとする独軍施設が集中していた公安部を除いて、 サンナゼール市外は戦争終結まで放置されることになる。1944年のノルマンディ上陸作戦の成功により、フランスの諸都市は次々と解放されていったが、サンナゼールにいた独軍部隊は降伏を拒否した。しかし本国からの補給が立たれているこれらの部隊には、戦況に影響を及ぼす能力は残っていないことが明らかだったため、 連合国軍最高司令官アイゼンハワーは、これらの港を最低限包囲するだけにとどめ、主力部隊は、ドイツ本土侵攻に集中させた。1945年5月8日、全ドイツ軍は無条件降伏。サンナゼールとラロシェル、ロリアンの各基地の独軍部隊も降伏した。サンナゼールの街は1940年代後半に、最小限に再建され、 周辺の自然美に反した、幾分くすんだ灰色の外観となった。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE なんとからは、自動車道 N165、または N171 を利用する。TGV の停車するサンナゼール駅は、市北部にある。ありがとうございます。